2002年に起きた名古屋刑務所事件、刑務官の暴行によって受刑者が死亡していたことが明らかとなり、当時大きく報道されました。あれから3年、日本の刑務所は変わったのでしょうか。まあ、体がねじ切れるような痛みですね。その締め付けられた後に今度下半身の痺れを締める。この男性は2002年9月、名古屋刑務所で刑務官から80センチのウエストを70センチになるまで革手錠で締め上げられ、重傷を負いました。瀕死の状態で病院に運ばれ、腸を切り取る大手術を行いました。どんな風にして締めるんですか、そういう締め方というか。2人がかりで、まあ、背中に足を乗せて、状態を後ろに反らす感じで。このうつ伏せになってたけど。はい、そうです。あなたはもう殺されるとか助けてくれとか、はい、やめてくれませんでした、はい。この事件をきっかけに名古屋刑務所は刑務官の暴行によって初めて死亡者があったことを公表しました。その中で用いられたのがこの革手錠。国連からその使用について深刻な問題であるとの勧告を受けていたにもかかわらず、名古屋刑務所では頻繁に使用されていました。しかも刑務官が気に入らない受刑者に対して見せしめ的に使用していたのです。名古屋刑務所の中で、非常にひどいその革手錠の締め方をして、受刑者に対して、人権侵害が繰り返されていたと。でそれぞれその被害者になっている方はその自分の権利を きちっと主張するというかですね、理不尽な刑務所側の要求についてはノーと言ったというような人が集中的に狙われていて、非常にその共通性が高い。本田和富さん、本田さんも同じ頃名古屋刑務所で合わせて4回革手錠で腹部を締め付けられました。2002年11月に刑事告訴し、その後民事訴訟も提訴しました。今でも 2,3 ヶ月に一度名古屋地方裁判所に通っています。朝から夜寝るまで、真冬の寒い時にですね、革手錠と金属手錠を併用されてですね、しかもその極限まで締められて、まあ放置されるっていうのはものすごい辛いんですね。意識を失いそうになったり、まあ、だけどまたその痛みによってまたはっきりと意識が戻ったりっていうのを繰り返してたものですから、もう本当に自分の中ではこのまま意識を失えたらどれほど楽かなとかですね、もっと言えばこのまま、死んでしまえばその今の痛みからは、極限の痛みからは解放されるっていうような、もうその気持ちしかなかったものですから、もう本当にこれ以上苦しめるなら殺してくれっていうことはもう本当にお願いしました。ここが名古屋刑務所の入り口門なんですね。本田さんが嫌がらせをされるようになったのは、他の受刑者が刑務官にいじめられていることを弁護士会などに訴えたことがきっかけでした。嫌がらせは徐々にエスカレートしていきました。たくさんあるビーズの中からですね、色分けって言いまして、同じ色を各箱ごとに分けて入れなさいっていうような作業があるんですけれども、私のような反抗的な受刑者にですね、毎日のようにその色を分けさせてですね、朝ビーズを入れて、夕方回収、色分けしたビーズを回収するんですけれども、そのビーズを夕方、そうですね、私たちが見て分かるようなところでまた同じようにバケツにですね、ビーズを戻している音が聞こえるんですよね。でそれを混ぜて、またかき混ぜて、翌朝になるとまたそのビーズを各部屋に、私たちの部屋に入れてですね、朝から夕方まで作業時間内中はずっと色分けをさせられるんですよね。無益で辛い作業でしたね。
それがまあつい最近出てきた人に聞いたところ、まだ名古屋では行われているそうです。精神的に大きなダメージを受けていた本田さん、その本田さんを陰で支えてきたのは中学時代の先輩でした。活発だったかつての本田さんを知る酒井さんは、変わり果てた姿に驚いたといいます。本人も何からどう説明していいんだかをですね、その刑務所問題もございましたし、まあ、自分のねこう犯されたね、まあ、ことも理解に、まあ、苦しんだっていうんですかね、考えれば考えるほどっていうかね、思えば思うほど分からないことでして、それから私は、まあ、社会に出て、まあ、社会のねこう仕組みというか、まあ、生活ですよね、まあ、それを、まあ、少しでもね応援できればなと思ってですね、元の本田に戻ってほしい。酒井さんは朝8時に駅で本田さんと待ち合わせ、毎日電車で自分の会社に連れて行くことにしました。本田さんが自分の入っていた名古屋刑務所で死亡事件が起こっていたことを知ったのは、それから数ヶ月のことでした。お前みたいに抵抗してると本当に冷たくなって出るんだぞとか、そんなこと言われてたもこともあるんですけれども、実際本当に亡くなられてる方がいたのかどうかというところまでは知り得なかったものですから、暴行にしても保護母収容にしてもですね、いつもその始まりは革靴の音からなんですよ。でその革靴の靴底の音がですね、コツコツコツって、まあ、ゆっくり聞こえてる時にはまださほど恐怖は感じないんですけれども、それが少し速くなってみたり、もっと言えば小走りになってみたり、走ってくる音になってくるともう冷や汗が出たり油汗が出たり、もう心臓が高鳴ってですね、それから鍵のジャラジャラっていう音に変わって、それがドアに鍵が刺さる時の瞬間の音って言ったらもう何とも言えない金属音がするんですよ。でも部屋が開けられるっていうことはもう暴行か連行かっていうことを意味してるもんですから。名古屋刑務所事件を受け、国は刑務所改革に着手。2005年5月、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が成立しました。これに伴い、制定以来100年間一度も改正されたことのなかった監獄法も改正されることとなりました。受刑者の方からいただいている手紙なんかを見て感じることは、そんなにあまりまだ変わってないんじゃないかなということです。というのは その後、岐阜刑務所とか宮城刑務所とかは逆にさらにひどくなってるっていう問い合わせが来てまして、で特にこう宮城刑務所なんかは今受刑者が名古屋刑務所の事件の再来じゃないかと恐れているんですけれども、ちょっと気に食わない受刑者とかそういった方に対して、まあ、川手錠というものは廃止されたんですが、懲罰に連れて行く際こう暴行を加えたりして、で肋骨を骨折した人が韓国人権センターにそのことを訴えてきたりとか、月に100通ぐらいですかね、1日でこれぐらいは来ますので、悪いことをした人たちっていうのはいろんな背景があって、やっぱりこう性格的にもちょっとこの人とは付き合いづらいなっていうような人たちもいるんですけれども、そういった人も含めてこう社会の一員としてどのように受け入れたらいいのかというのを考えていかなくてはいけない時代になってきたのではないかと思います。近すぎるのは、そこなんかでも、それが黄色いベンチで、ね、近すぎるとこ、そうですね、暴力だとか、もっと言えばいろんな意味で
受刑者を締め上げるっていうことで、その受刑者が気持ちを入れ替えて、あの真っ黒な人間になるとか反省をするっていうことは絶対ありえないと思いますし、今の刑務所っていうのは刑務所に収容した収容者をもっとひねくれさせて、もっとにあの人間的に人間性を破壊させて、あの出所させるっていうようなところですから、少なくともあのよくしろっていうところまでは望みません。あの少なくとも入ってきた時のより、あの人間性を破壊させないで出すべきじゃないかなとは